けさ札幌市東区で物置と住宅の壁が焼ける火事があり、男性1人が病院に運ばれました。住宅街に立ち上る灰色の煙、今日午前9時半ごろ札幌市東区伏子八条4丁目の住宅から物置から火が出て燃え移りそうだと消防に通報がありました。火はおよそ50分後に消し止められましたが、物置の内部と住宅の壁、さらに隣の住宅の壁も焼けました。この火事で物置がある住宅の40代の男性が喉に軽い火傷をして病院で手当てを受けています。警察と消防が火の出た原因を調べています。